はい、皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。シムスのゲームチャンネルへようこそ。ちょっと間が空いてしまいましたけど、今回もですね、懲りもせずこのポケモン不思議のダンジョン救助隊デラックスをやっていきたいと思います。今回で2桁いきますかね、10回目ですかね。ではやっていきましょう。スタート。はい、おはようございます。コダックならぬシムックです。はい、前回はですね、なんだっけな、どう忘れちゃった。サンダーの前に小さい依頼をこなしましたね。今回はどんな依頼があるのでしょうか。それともね、サンダー戦に備えるための準備をするのでしょうか。それはすべてカラカラ次第でしょうかね。では行きましょう。カラカラおはよう。だね、ダーテングさんね、どうにかしないとね。ね、今日も頑張っていきましょう。でもポストには何も入ってないね。そうしてるとペイパーがやってきて郵便物が入りました。さあ、何が入ってるでしょうか。依頼もありますね。ダンジョンで迷っちゃった、誰かお願いします、私を助けて。お礼は虹色組ですか。難易度は F、 鋼山の3階。じゃあこれを今日は受けましょう。これをこなしていくことにしましょうね。ではカラカラは、ああ、言うことは変わらないですね。はい、今日も頑張っていきましょう。では鋼山へレッツゴー。このメンバーで行ってみたいと思います。いざ鋼山へ。さあ、目的の位置ですね。ウリムがいるフロアに到着しました。さあ、じゃあ救助をいたしましょう。依頼で探していたウリムを発見しましたということです。依頼達成、どんどんパフパフ。あとでプリッパー連絡所まで来てくださいね。はい、鋼山の依頼を見事に成功させました。というわけで今回のウリムの依頼は達成されました。はい、カラカラも頑張りました。じゃあまた明日。本来ならばここで今終わってるんですけども、今日はもう一つできれば依頼をこなしたいと思います。なのでこのまま下に進みます。
はよう。セリフは昨日と同じですね。今日も頑張っていこうね。さあ、どんな依頼があるでしょうか。異変の洞窟、地下5階、連れて行ってください。早くしないとコラッタが、コラッタのところまで連れて行ってください。というわけで、ひまわりが依頼主、コラッタまで連れて行って、お礼は本気チケットです。難易度は F。 じゃあこれを受けましょう。では本日2本目の依頼、早速行きましょう。異変の洞窟、ここですね。このダンジョンの敵はなかなか手強いようなので、しっかり準備をしていこう。もし不安な他のダンジョンや幕の下訓練所でレベルを上げてからチャレンジしよう。とりあえず様子見で行ってみましょう。メンバーは先ほどと同じです。いざ。さあ、目的のフロアに到着をいたしました。これで無事ひまわりをコラッタのところまで連れてくることができました。本日2本目の依頼達成です。どんどんパフパフ。異変の洞窟の依頼を見事に成功させました。やったね。今日は2本頑張りました。ひとまず帰って休みましょう。はい、というわけで2本依頼を達成することができました。まあそこまで厳しいものでもなかったんですけども、ちょっと長くなりそうかなって気はします。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。それじゃあバイバーイ。